桃井,桃井春子、桃井春子、桃井春子、1977年12月14日帯は、日本の女性歌手、シンガーソングライター、音楽家、作詞家、作曲家、追筆家、声優、ラジオパーソナリティ。東京都出身。血液型は、O 型。東京都立代々木高等学校卒業、東海大学文学部広報メディア学科中退。 秋葉原への深い愛着を公言し、先んじて、秋葉で、積極的活動を行ってきたことから、元祖秋葉形状の異名を持つ。愛称は、桃井など、別名義として、も愛春子、桃愛がある。小中学校は、進む学校に通っていたが、勉強重視の校風になじめず、あえてそれとは、正反対で自由な校風の定時制高校に、進学した。 幼い頃から独自にアイドルの楽曲の作詞分析を行うなどアイドル好きではあったが1994年水野葵のイベントに初めて訪れ衝撃を受けてライブアイドルに関心を持ち積極的にイベントやライブに足を運ぶようになり同じアイドル愛好家たちと知り合いになる中学時代から投稿していたシニアラジオの催しで知り合った仲間の勧めで高校在学中に パソコン通信をはじめ、インターネットが普及し始めた頃にはすでに自分のウェブサイトを開設しており、桃井春子の秘密日記等を掲載していた。そのサイトが編集者の目に留まり、雑誌、グレートサターン Z で連載を始める。1996年9月15日、新宿ロフトプラスワンにおいて、ゲームやアイドルなどを語り合うトークライブ、春子の秘密を開催。 オタクの女子高生として話題を呼ぶ。1996年、プレアイドル、いわゆるライブアイドルであるが、桃井自身という人らは、当時の呼び名に合わせて、プレアイドルと呼ぶとして、活動を始める。翌1997年、桃井春子がプロデュースする、バーチャルアイドルも愛春子、として、藤崎しおりのコスプレにパワークローブといういでたちで、 原宿や秋葉原での路上ライブ活動をいち早く始め注目されるようになった。ロフトプラスワンでのトークライブを見た関係者から声がかかり、1998年から文化放送の深夜ラジオ番組、小野坂、桃井のバーチャラジオ電脳戦隊モモンガーに出演。以後、ラジオパーソナリティとして多くの番組に関わるようになる。1999年には、 地上波 TV 番組の DS ガレージ21テレビ朝日系列水曜25時にレギュラー出演。萌えなどを託用語を電波媒体で多用し流行らせる。大学を中退して2000年5月にメジャーデビューシングルメール・ミーを発表し本格的に音楽活動を始めた。ラジオを聴いた渡辺明夫から声優オーディションに誘われる。二千一年四月。 テレビアニメ、ザ・ソウル・テイカー・魂狩りの中原小麦役で、本格的に声優としてデビュー。同年、ソロユニット・ポリフォニックの活動を開始。2002年から、美少女ゲームソングに愛を、萌えソングを極めるぞ、を旗印として、メール・ミーの編曲者であり、ポリフォニックでもギターで参加していた、小池雅也と、アンダー17を結成。 コミックマーケットでのイベントライブ活動や、数多くの美少女ゲームへの歌謡曲提供で知名度を上げ、複数の地上波 TV アニメ主題歌の座を獲得、楽曲の価値とは関係なく低く見られがちであった、美少女ゲームに用いられる曲の認知を向上させ、萌えソングの分野成立にも大きく寄与する。東京、名古屋、大阪単独公演を行うほどの人気を博したが2004年に解散した。 アンダー17解散後は単独での音楽活動を再開する。2005年には最初のライブツアー、ワンダーモモイライブツアーを大阪、名古屋、博多、渋谷で行い、2006年には初のベストアルバム、モモ、アイクオリティを発表。同年には念願の北海道の札幌市を加えての全国10弾ライブツアーも行った。2007年、 その反省を綴った自伝的青春劇、春子、アップデートや、初めての著書、秋葉原部、秋葉原と一緒に大人になったを発表。日本最大級のアニメソングの催しである、アナメイロサマーライブへは、2007年から2010年まで連続出演した。同時期声優として、瀬戸の花嫁の瀬戸三役、マトスタインズ・ゲートのフェイリス・ニャンニャン役を演じている。2005年より、 秋葉から世界へ、を合言葉に、活動の舞台を世界に広げ、台湾を皮切りに、USA、アニメエキスポやドイツ、コニチ、カナダ、中国、ハワイ、メキシコ、コスタリカ、オーストラリア、イギリス等、世界各国に、連年招品されライブを行っている。桃井自らがプロデュースした、ザルーキックスやアライアサリーなど、桃井に影響を受けて、秋葉系アイドルの活動を始めたものもさは、 2012年11月より、メールマガジン、シエスタをはじめ、活動の最初期から継続している日記、また対談などを自身の媒体で展開している。2013年2月2日から、思い当政権放送と銘打ったトークライブを割り一プで毎月開催している。音楽プロデューサーとしても、他の声優、アーティストへ楽曲を多数提供しており、 編曲まで手掛けることも多い。2001年、a s ルの吉川前、久島里奈が組んだ、櫛吉の全楽曲を提供。2005年、パフューム m は、桃井の作詞、作曲、プロデュースで、秋葉原部を発表し、桃井と共に、愛、地球博のメインステージで打ち水を呼びかけると共に、ステージパフォーマンスを行う。また、 同年11月20日の渋谷オーイーストにおけるワンダーモモアイライブツアー最終公演にも出演している。2008年シクラチヨマルとアフィリアサーガをプロデュース。2009年2月、本人がレーベルプロデューサーを務めるレコードレーベルエイキホボーラブレコーズを設立、同時に参加型プロデュースユニットサマーオブラブを発表し奥井正美やザルーキックスをプロデュース。 同年4月、異色のコスプレファイター長島ジエオツ祐一郎の入場曲を作成したことが縁で、以後二人でトークライブなどを行っている。小学生時代から秋葉原に通い詰め、それが講じてインターネット文化や、いわゆる秋葉系のサブカルチャーを背景に著名になった人物である。20世紀末には、オタクは否定的印象を持たれていたが、その中で、 積極的に自身が秋葉原に関わりのあるオタクであると公言してアニメゲームアイドルなどを肯定しむしろそれを全面に押し出して活動することでその印象を覆してきた。2は秋葉原でアルバイトをしているプレイアイドルとしての活動も秋葉原を拠点とするなどその関わりは深い。執筆、ラジオ番組では幅広くかつ世間の流行に流されない話題を好む。好物は カレーうどん。趣味は T シャツ収集。特にマーズ16を好んでいるであったが、長じて染め物をはじめ自分で染めた T シャツや帽子、オーバーオールを着用するようになっている。熱心な野球ファンで、特に幼い頃から東京ヤクルトスワローズファンであり、しばしば球場へも足を運んでいる。2013年9月11日、神宮球場で行われた 広島カープ対ヤクルトスワローズ戦で、ヤクルトのウラディミール・バレンティン選手が55号本塁打を打ち、シーズンのプロ野球記録に並んだ試合にも足を運び、バレンティンの故郷であるキュラソー陶器を持っていたモモイがインタビューを受け、バックスクリーンに表示されたこともあった。球団側からも認知されており、2015年には、戸田球場体験イベントで、始球式を務めている。 三十代半ばを過ぎてから競馬に関心を示すようになった。下足らずの特徴的な性質、俗に言うアニメ性を生かして天然あるいは猫かぶりの女の子の役を演じることが多い。朝のマスミアノガ桜と仲が良く楽曲提供もしている。所属事務所は声優事務所としては比較的珍しい給料制で不愛性ではなく月給をもらう身であることを明かしている。 歌手としては萌えソングの代表的な歌い手の一人で、もともとアイドル歌謡や声優的な声での歌唱を得意としたが、ワンダーモモーイイ降ロック系の力強い発声にも取り組み、声優としても瀬戸の花嫁の主人公、三役では力強い発声法と任教者のセリフ回しを行うなど演技の幅を広げ、悪役、かわいいジェニーのシスタービーなども演じるようになった。 マーティフリードマンは、可愛い声優さんっぽい歌い表するのにものすごい、迫力が伝わってくるとその歌声を評価している。作曲家としては、全くの独学で、中学1から2年の時に作曲を始め、文化祭で発表するなどコツコツと作曲を続けていた。作品を書き溜めていくうちに、アイドルに曲を提供したいという意思が芽生え、楽曲提供の目標となっている。 編曲も行い、瀬戸の花嫁オープニング主題歌、ロマンティックサマーでは、ベンチャーズ風、クロマティック乱奏法のギターサウンドを使った、サーフロック風の編曲が採用された。同曲のカップリングの、瀬戸の花嫁挿入歌、涙一輪、瀬戸さん名義は、桃井独自の歌としては、初の演歌作品である。2008年のアニメ、ミッション E のエンディング曲。 フィール・ソー・イージーでは1980年代テクノポップ風のアレンジをしている。作詞は歌詞に多重の意味を持たせることを好み、初期から様々な意味を込めたり、ネットスラングや言葉遊びを仕込んだりしている。絶対音感を持っており、一度聴いた曲は楽譜がなくとも奏でることができたため、子供の頃からピアノを弾いては歌っていた。ヤマハのクラビノーバで、 作曲の練習を自然と重ね、DTM では同ソフトウェアカペースを用いている。小学生の時からショルダーキーボードを愛用しており、ライブではももいの象徴と言われるほどショルダーキーボードを使いこなしている。ローランドアックスマイナス1、赤、アックスマイナス7、パールホワイト、アックス、シンス、パールホワイトの使用機会が多いが、 より軽量のヤマハ k X5 を使用する場合もある。熱心なファンをモモイストと称し、モモイ自身も多用している。モモイのライブにおける観客側の特徴は、整然と統一された、コール、掛け声、愛の手や向上、集団で行われる、おたげにある。中でも、愛のメディスンでは、約30秒にもわたって、観客側が歌う可能に声をかけ続ける。 桃井ストラが作成したコールボンと呼ばれる案内冊子が配られていることがある。これは海外公演でも同様である。このような観客側の行為に対して桃井は作曲時にあえて応援しやすいような構成にしたり、また無意識にそうなっていたりすることがあると語っている。オタ芸については安定した歌唱力のある歌手や声優に対して行うのは一つの楽しみ方としてあり得る。 としながらも、純粋なアイドルのライブの最前列でやるのは、妨害行為。あくまでも、ライブの主役は、アイドル本人と苦言を呈する。ただし、桃井自身のライブでは、どんな乗り方をしてくれても、嬉しかったりする。行き過ぎがあれば自分はその場で突っ込むので野ボにならな、ようにすればいいと寛容な姿勢である。出待ちについては自身はしない主義で、邪道と語っている。 2002から2004年に活動したアンダー17については該当項目を参照のこと。太字はメインキャラクター。太字は放送中。はインターネット配信。2006年までの原稿の一部は過失修正を加えた上で上記秋葉原部に再録されている。太字は単独ライブ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。